1978年の中高部駅と周囲約500メートル範囲。右上が門別方面。駅舎横内いおろがわ、駅裏門別側にそれぞれ貨物積み下ろし用の引っ込み線があったが、周囲のストックヤードともどもすでに使用されなくなって、久しいようである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成中を国ッ駅は、 北海道門別郡西岡杯村、自中岡杯に、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。電報略号はなお、名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、 駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム東側を結んだ構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが上り線、対向側ホームが下り線となっていた。その他、下り線の円る型から対向側ホーム外側に分岐した行き止まりの側線を一線、有していた。無人駅扱いの運転取扱要員のみが配置されていた駅であった。駅舎は、 校内の南西側に位置し、上り線ホーム中央部分に接していた。JR カゴは入場券のみ発売を行っていた。当駅が所在する地名より、地名はオコッペ川の中流に位置したため、オコッペに中を冠する。2000年時点で木造駅舎が完全な形で残存し、ホームと植え込み、校内の信号施設も残存していた。 2010年時点でも同様で、2011年時点では、別棟のトイレの残存も確認できた。ホーム側は、レールは撤去されたが、ホーム上は現役当時の状態であった。現在は個人所有となっており、駅舎内は非公開となっている。ありがとうございます。